こんにちは今回はサイキックあと先星術の人ですねサンディ・アナスタジさんが5月20日に動画にした6月の予知予測ですなんか5月のが当たっていましたというコメントを頂い,いたので6月のも紹介させていただきたいと思います元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきますじゃあ早速いきます6月2日に冥王星が逆行し始め ヤギ座に関係すする問題が再浮上します6月には父の日がありますが、ヤギ座は不正、父の性を支配するので興味深いですね。ヤギ座は不正だけでなく、政治、大企業、お金、リーダーシップ、権力に関わるものを支配しています。6月は責任や正義のようなものが重要になります。水のサインでグランドトライン、 この言葉知らなかったんですけどなんか120度のアスペクトが三角形を形成するっていうことらしいですそれが発生して特に6月の初旬は混乱し感情的になる時期となります同時に直感がさえみんなに共感できるようになり他の人のことを心配できるようになりますお羊座獅子座射手座の火のサインの人たちは 自分の行動を通して自分の人生で重要な部分を修復回復することができるでしょうもしも経済的な問題を抱えていたり職場で苦労しているのであればそれについてちゃんと言及して修復するチャンスがありますもし自分の周りで誤解があったり近しい人間関係や家族で問題があるのであれば 今月はそれを修復して軌道修正するチャンスがあります。大志座、乙女座、ヤギ座の地のサインの人たちは深く恐れていることに悩まされるようです。同時に素晴らしいチャンスに恵まれるので恐怖はひとまず置いておいてそのチャンスをつかむときです。あなたが今感じている緊張感とストレスは その後にいいことがやってくることを意味しています。友達がとても大切な時期です。双子座、天秤座、水亀座の人たちにとって、6月はとても重要な1ヶ月となります。身の回りを整え、お金のこともちゃんとして、これからの将来、自分はどちらの方向に進んでいきたいのか決めることが大切です。仕事があってもなくても、 何かに一生懸命に打ち込むでしょう。今、お金がやる気を与えてくれていますが、お金周りで工夫が必要になってきます。カニ座、サソリ座、ウオ座の水のサインの人たちは、水のサインでのグランドトライン、さっきの120度なんとかなんとかってやつに月の初めに影響され、それが6月の流れを決めます。 気をつけないと感情的になって流される1ヶ月になってしまいます。何かをするときまたは何かに反応するときには一息ついて、うん、何も考えずに無鉄砲に行動することのないように気をつけてください。まずは考えてから行動してよかったと後々思うことでしょう。もしも悪い感情に落ちてしまわなければ あなたのエネルギーレベルは6月中とても高くなります。さらに、6月はずっと直感が冴えていることでしょう。感情的に不安定な人に共感してつながってしまわなければ、あなたにとって良い結果をもたらします。では、次に太陽星座のそれぞれにとって、6月がどのような1ヶ月になるのかを見ていきます。お羊座は今月、 はっきりと声を上げることを恐れないでください。あなたがどのように見られるかは、人にどのように見られるかは、あなたが自分をどのように見せるかにかかっています。コミュニケーションがとても重要になります。もしも結婚しているか、しっかりとしたけん関係を築いているのであれば、パートナーをたくさん支える時期です。 あなたまたは恋人配偶者とかメイツっていう言葉を使ってたんですけどそのキャリアがターニングポイントを迎えます転換期は今です決断が重要ですが今月は自分をいたわることも大切です家族や家庭での責任がそれを簡単にしたり難しくしたりします責任を分担したり 他の人にお願いすることを恐れないでください。次はお牛座です。月が6月の初めは反対側の星座にあります。そのため、6月中はずっと重要な人間関係に感情的な焦点が置かれることになります。4月の日食で物事が動き始め、何らかの衝突も起こりそうになっています。ちゃんと会話をして、 恋人,メイメイト恋人パートナーと意見が一致していることが重要です特にお金のことビジネスのことでは新しいゲームプランが求められます今は素晴らしいチャンスに恵まれていますが大きな変化を起こさない限りはその素晴らしいチャンスの時期は短期間で終わってしまいますゴールを達成し成功するためにはあなたの才能や 技能持っているものすべてが求められます次は双子座ですお誕生日おめでとうございます今月は忙しくなりますよ旅行したり誕生日の頃には誰かが訪ねてきたり大切な人が遠くから来てくれたりします旅行は仕事関係かもしれません今月はクリエイティブになるので取り組もうと思っていたこと または何か新しい楽しいことを試してみてください。気持ち的には誕生日のある今月は家の近くにいたいと感じるでしょう。個人的な課題、家族や家庭の問題に対処するのであればバランスを取らなければなりません。子供またはペットがいる人は今月はずっと 触れ合いいっぱいの1ヶ月になるでしょう。あなた、またはあなたの周りの人の古い健康問題がぶり返すかもしれません。これは思っているよりひどいので無視しないように隠さずに治療するようにしてください。次はカニ座です。6月は素晴らしい1ヶ月になります。友達や家族のことをきっかけに 自分探しをすることになりこれはあなたにとって素晴らしいこととなるでしょう家で時間を過ごすようにして家庭のことをするようにしてくださいそれはとても楽しくなりますしかし人と人の間に板挟みになるとあまり良くないですねこれはあなたの恋人メイトその子供またはあなたの子供かもしれません 友達とあなたまたは彼らの子供かもしれません。これ板挟みになる人のパターンですね。一つ問題を解決したらすぐに次の問題が発生するようです。解決策は自分のルールを作ってコントロールを取り戻すことです。もしも家や資産を売ろうと考えているようであれば今月はカニ座にとっていい月です。次は獅子座です。 今月は1ヶ月母親の問題が発生します友達かもしれないし兄弟姉妹かもしれない恋人やパートナーかもしれませんが母親の問題に取り組まなければならなくなります今年の初めに下した決断や行動がこの時期戻ってきますもしかしたら行動を変更する時なのかもしれません 友達や兄弟姉妹との問題においては場合によっては法的な書類について話し合うまたは法的な書類を作成する必要が出てくるかもしれませんもしかしたら共同で計画していることを書面にしなければならなくなりますもし本を書こうと思っているのだとしたら6月はぴったりです人生のさまざまな局面特に キャリアや仕事ではできる限り柔軟でいるようにしてください今柔軟であることが求められそしてとても大切な時に差し掛かっています次は乙女座ですこれ私乙女座です関係ないかいきます六月は自分のために時間を作っていい一ヶ月にするようにしましょうそしてしばらく温めてきたアイデアを行動に移してください お金の取り扱い方、どのように収入を得るかを今すぐに変える必要があります太陽があなたの月の死後線を行動の惑星である火星の近くで横切るので行動を起こすなら今というのは明らかです物事の全体像をずっとはっきりと見られるようになるでしょう乙女座には今行動を起こすことで 人生全体の方向を変える力があります。ゴールをはっきりさせ、何が欲しいのかもはっきりさせて、夢を追いかけてください。決断し、自分の人生に責任を持つ時です。他の誰かのサポートや意見が必要なのであれば、彼らも計画の中に取り込んでもいいのですが、必要なければ、 アクションを起こす。準備ができるまでは周りと話し合う必要はないでしょう。うん。次は天秤座です。感情的な1ヶ月になります。そして、その多くがお金のことと関係するでしょう。特にどこから収入を得るのかです。 人間関係における古い感情のパターンがまた表面に現れてきてそして感情面で不安を引き起こしますあなたの反応の仕方を変えれば感情のパターンも変わります旅行しようと考えているかもしれないしもしかしたら誰かが遠方から訪ねて来てくれるのかもしれませんこれらのことは気分が上がって 今月のあなたにととって大変い,いことです遠距離のコミュニケーションは仕事関係かもしれないしネットに長時間費やすかもしれないし本を執筆することになるかもしれませんこれらのことはすべて今月のあなたにとっていいことです感情面精神面を充電してそのエネルギーを何かクリエイティブなこと 直感的なこことととに転じてください。後ででかったと思うことでしょう。しょ次はさそり座です月の初めにあなたの太陽サインを月が横切るため今月は思っていることが顔に出やすくなります感情的な1ヶ月になるでしょう先月サソリ座で月食があったために月の位置は拡大しますただ 月の位置、なんかポジションが拡大するって言ってました。ただ、今年はすべてある特定のあなたがしたいこと、必要とする行動を完璧なタイミングで行うことに焦点が当てられています。今月は旅行、引っ越し、もしかしたらお金のこと、人間関係、ビジネスパートナー絡みの何かかもしれません。行動を起こすとき、 そして始める時です恐れや過去の精神的苦痛が戻ってくるかもしれませんが乗り越えなければなりませんこれらのことを乗り越えて前に進む時です次はイテザです太陽などのいろんなものが通過するのとあとあなたの人生にグランドトラインと火がもたらされます 今月は元気が出て集中力が増す,増すので楽しみにしていてください。したいことを先延ばしにしてきた場合には今月するのがいい,のいいでしょう。今月は旅行や引っ越しもいいですね。人生のページをめくって次の章に進み新しいことをする時期です。古いものを手放すと家庭、家族、母親,母親の問題が生じて大きく気が散ることになります。しかし、 それによってあなたがスローダウンすることはありません。あなたに子供がいる場合には、あなたとの関係に修復と理解がやってきます。恋愛が必要な場合には、今月は何か楽しいことがありそうです。次はヤギ座です。今月は日常生活、毎日の生活、そして健康、ペットにハイライトが当たります。 火星が移動する太陽に照らされてエネルギーでいっぱいになるので何かにお金と労力をつぎ込んで起こりうる問題を回避するとしたら今です。キャリアと自分の人生をどの方向に進めたいのかで評価したり再評価し続けてゴールも見直すべきでしょう。今月はお金のことも含めて全てにおいて、うん、ラッキーついているのですが ついているので今月は仲のいい友達や過去にとった行動が高い評価を受けることでしょう旅行子どもとの交流恋愛のパートナー仲のいい友達との再会難しい決断を下さなければならないことなどが出てきます次は水亀座ですここ数ヶ月あなたの太陽星座に入っていた冥王星がこれから19年間どうなるのか 変化を見せてくれていましたが、この冥王星が6月2日に逆行すると、その垣間見えていた未来というのは2024年以降までお預けとなりなります。今からは障害になりそうなものを解消して取り除くチャンスです。難しい選択が待っています。今、行動を起こすことが重要です。はっきりと見えているチャンスを逃さないようにしましょう。 ゴールや夢に向かって前に進む時です。父の日、またはその前後が特に重要です。あなたの選択に影響を与えることが発生します。次は魚座です。今月は家庭、家族、強い感情や金銭的な問題に動かされて起こす行動が中心になります。直感が力を発揮したいと叫んでいます。 その指令に従うべきですが、人生の次の一歩は懸命に行ってください。今月は感情に振り回されやすく、特に全ての方向から何をするべきかの情報が降ってくるように感じても、それがあなたの直感と噛み合っていないかもしれません。あなたにとっては試練の時です。あなたは他人の意見を聞きますか 大部分を恐怖または支配欲から行動していますかまたは自分の直感とか洞察力で行動していますか魚座の皆さんは自分を信用する準備はできていますかということでした。以上です。おまけです。一日一冊まだ頑張って本読んでます。えー、なんか気に関する本を読んだりとか、あとは 宇宙のパワーを使いこなす本を読んだりとかあの邪馬台国の本を読んだりしてます。もうなんかちょっと怪しそうに聞こえますよね。でもなんかその宇宙のパワーを使いこなすっていうのに関しては正直誰にでもこう浮き沈みってあるじゃないですか。でも人生がうまくいってる時には宇宙に助けられているのかなと思いました。今日は何を読もうかな えー、フロントヤードのリトルフリーライブラリーなんですけれども、毎日誰かが来てくれて、なんか結構楽しいです。その度に犬がめちゃめちゃ吠えます。で、本を持っていく人もいれば、持ってきてくれる人もいて、目下もう救急パンパンの状態です。そしてロングビーチは今日予想外に雨です。ということで、ステイセーフステイハウティ